からズラブナ、あ、決まりません。さあ、ここからズラブナ、このトランジションでしっかりと最後はアリウープダンクをヒースが決めていきました。福山がここから打って、これが決まりません。ヒースのリバウンド、何が走る、あ、ここはリンメーブからビハインドザバックパス、エンテバジーカス流れが来ますね。ファジーカス、ファジーカスが浮かして、あ、決めていきます。この何気ない、お前すごく低い、うん、藤井が壊して勝ちましたね。狭いところ通して前へた、まあ、あれだけ時間があればね、どんどんダブルチームに行きながらローテーション、はい、ハリスへゴールした、カウント、得点ということになりました。ボールを動かすことで、そうですね、最後ね、うん、サワタからバウンズで、サワタがいいパスをしましたよね。はい、そしてボールを動かし、あっと、またフッティに渡ってしまいます。そしてアリアーバー、まあ、全体でいうトラベラ3つ以外はそんなにファールトラブルはないですよね。はい、はい、もっと圧力かけていって、寄せていきました。マジか、これはしょうがないですね。前半まで入り行き過ぎたんですよ、はい、さあまたオープンです。一つフェイクを入れてからもうここ確実に決めてきますからね。またスリーポイントはジーカスも14得点に伸ばしてきました。さあ最後のこの攻撃時間もあーっと、ただ早めにここは取っていきました。スリーが指示を出しながら自ら打ってこれも決めてくる、確率のサーフだ、しまってますね、これね。ショットクロックと同時に打っていきましたが、ここすぐにラベナ、ラベナダブルクラッチでいいます。ラベナがね、そのままリバウンドからいわゆるコースト2コースト、そうですね、はい、バウンズで鎌田、鎌田、おお、逆を突く動き、鎌田、ガチガチ、バックドアで入ってきた、ヨネスの間に帰るが、ね、2試合続けての100点ゲームですからね。ここは最後もう決めています。リーガーとともに今はちょっとギリギリのところで決めていきました。さあこれで新年明けて最初のゲームは